あごめんなさい、途中で途切れてしまいましたが、えー、まあ、喜怒哀楽怒りについてなんですがちょっとごめんなさい、えー、怒りはそうですねあのー、人間を奮い立たせる、えー、ことがあると、えー、思うわけなんですね、えー、思うというか、えー、それが絶対的にあると感じます。えー そのただちょっとニュアンス的に違うんですけど、えー、感情に任せて怒るのではなく自分に対しての憤りであったりとか自分はこんなもんじゃない、えー、もっといけるもっともっといけるもっといけるはずだ自分何やってんだっていうことの自分に対する怒り世の中に対する怒りでもただ漠然と怒っているだけではそれは駄目であって、えー、何がどういうふうになってどういう原因で。 どういう事実があって、えー、真実があって、えー、それは見極めた上での怒りは、えー、正しい怒りだと思います。えー、喜怒哀楽の、えー、怒、えー、怒りについてちょっとかかっ語ってみました、えー。またよろしくお願いします。以上です。ではピースバイバイ